はい、かのっちです。新しいドローンが届きましたのでね、箱から出していきたいと思います。あ、ずいぶん箱大きいね。よいしょ。スナップテイン A10 です。どうやって開けるんだろうね。こう抜けるんだ。はい、こう抜けます。かわいいわ。こんなちっちゃいよ。よいしょ。はい、展開してもこの大きさです。はい、ここにね、ギテキマークついてますね。ミニフォルダブルドローン、クイックスタートがいいですね。はい、これは英語です。ここにアプリの QR コードがありますね。次は、これは何、満足できましたか。期待外れですかっていうカードだね。はい、日本語マニュアルだね。最初が日本語で、あとは英語みたいですね。あ、アプリの説明もついてるね。バッテリーはさっき紹介したね。バッテリーが2個。プロペラがこれは。8枚ありますね。1枚2、4、6、8枚ということは1セット予備があります。あとはビスが2つ入っている。同じ梱包かな。多めのビスが入ってます。
充電器、プロペラガード、1、2、3、4つ、はい、じゃあプロペラガードつけてみよう。よいしょ、どうやってつけんだ。あ、こうやってつけんだね。よいしょ、どっちだ。ここにね、ロックするところがあるみたいだから、こうだね。はい、ここ引っかかるな。ちょっと感じよく引っかかってますね。落ちることはないかな。よし、じゃあバッテリーはね、しとこうか。ここか、ここかな。ここに差し込んで、こっちかな。これが消えるんだろうね。充電中です。フリップ、スピード、ビデオ、写真、スロット、電源、電池入れなきゃ。よいしょ、止まるようになってるので紛失の恐れも少ないですね。電池は単位は3本。間に合わせですけれども、いろいろ混ぜちゃうと こんな感じでいろいろ混ぜちゃうとダメみたいですんで、すいません。今回はこれで許してください。の電源はね、ここ入れるらしいよ。と、どうつくんだろうね。よし、はい、あ、ここと、ここと、ここと、あれ、ここ分かりやすそうだね、これ。プロポの電源を入れます。機体の電源を入れます。送信機の左スティックを上下、はい、これでバインド、ペアリングが終了しました。次にジャイロリセット、スティックを左斜め
両方左斜めに倒します。はい、これでジャイロリセットが終了しました。ではロック解除。緊急停止はもう止まるんじゃなかった。はい、これでも止まりますね。ロック解除。緊急停止はこれとこれをね同時に押す。これで緊急停止されます。今ジャイロリセットしたらね前の方に進むようになったので、この場合はね後ろの方にね10円玉をちょっと敷いて、もう一度ジャイロリセットをします。はい、ちょっとこれで試していきましょう。はい、今のね10円玉を使って斜めにした調整で、トリズムをね、ワンプッシュ、ツープッシュするぐらいで安定するようになりました。ジャイロリセットをねしても、前に進みすぎる、後ろに進みすぎるというふうになった場合は、今の方法で、調整してみてください。はい、じゃあ充電が終わったらねちょっとね飛ばしてみたいと思います。少し待ってて。ロック解除。離陸。